はい、キヌです。眠れる森の姫魔女パート2を撮っていこうと思います。では進化させてしまったのでグリモアを見たいと思います。ですね、この子ですね、茨の魔法使い。妖精たちから魔法の力を吸収し、茨姫は呪いを抑え込みました。呪いを完全に解くために使い魔とともに魔法の力を集め始めます。ドラゴンみたいな感じですね。でこの子がこういう感じで妖精を飼っていくと、なんかこう妖精を飼ってイエーイみたいな感じになりますね。おお、成長、ドラゴンがかわいい。茨流の大魔女、ちょっと羽がバラっぽいですもんね。めっちゃ仲良さそうです。では、グリモアを見ていきましょうか。これですね。長い時間をかけ茨姫はたくさんの魔法の力を集めました。強大な存在となった茨姫はもう呪いのことなどどうでもよくなっていました。呪いなんて怖くないぜってぐらいには強くなったってことですね。では次の進化までカットしましょう。はい、進化手前まで来ました。音だけで妖精がタップできてませんでしたね。竜と同化してる。茨の森の精霊に進化。空飛んでますね。もう完全に同化してます。ではちょっとグリモアを見てきましょうか。完全に魔法使えてますもんね。でグリモアを見ましょう。ここですね。魔法の力の魅力に取りつかれた茨姫は使い魔の一つになり、妖精たちをも従える存在になりました。これラストが気になりますね。ではまた、そうですね、進化までカットしましょう。はい、進化させていきましょう。おお、茨の森の姫魔女。おお、タイトル通りですね。タイトルと全く一緒になりました。ちょっとかぐや姫っぽいですが、かっこいいですね。ではグリモアを開きたいと思います。これちょっと遅れて本当出てきますね。おっと、違うのをタップしてしまった。よし、茨姫は人と妖精を支配するほどの力を得ました。そして自分より魔法の才能のあるものが生まれると自分と同じ呪いをかけて回るのでした。今度は呪いをかける側になったわけですね。では次、これがたまったらエンディングですね。エンディングまでカットしましょう。はい、これでようやくエンディングに突入できると思います。長かったな。どういうこと、文字が消えた。悲観の茨姫って書いてあったかな。あ、そんな、まさか、そんな、まさか、エンディングというものはないのか。もしかしてこれで終わりですか。はい、はいはい、これじゃないですね。グリモワールに追加というわけでもなく、あれ、いやいや、このね、音楽と同じぐらい今ショックを受けてるんですが、エンディングあるはずなんですけどね。
最初から育て直すってちょっと一回やってみますか。え、ちょっと怖いな。え、お話なかったけど本当にこれ本当に、おお、びっくりした。いいようにしてみましょう。は、最初からだよ本当に。あー、ということらしいです。あー、なんかよくわからないですが、そうですね、ちょっとなんかしんどい、しんどい、とてもしんどい。というわけで、そうですね、このシリーズこれで終わりにしたいと思います。とてもじゃないですけど全部リセットですね。コインとかも引き継ぎはないようです。バグかな。とりあえずそうですね、これで終わりみたいなので、終わりということでお願いします。ではまた、そうですね、違う動画でお会いいたしましょう。では。